YouTube の皆さん、どうも、上白です。はい、てなわけで今日なんですけど、早速ながら、たくさんのパンたち食べていくでございます。で、今日はめちゃめちゃスペシャルなゲストなんで、ちょっとお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。上白です。ディ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 ーン。ディ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 ーン。はい、こちらなんですけど、これが何かっていうと、ディーン&デルーカっていうパン屋さん。パンとか、あと、まあ、ご飯屋さんみたいな。OL さんがトートバッグ持ってるよねっていうイメージありますね。ちょっと見ていきたいと思います。これね、リクエストでいただいたんですけど、うわ、もともと興味がすごいあったんですけど、今までね、一回も食べたことなくて、うわ、超美味しそうこれ。あら、これ。はい、本日5つご用意しました。みんな美味しそうだったんですけど、厳選して買ってきたんで、ちょっとご紹介したいと思います。これは禁断の色してるぜ。もう見た目がもう、このようなものとは思えない。うわ、楽しみこれ。いや、これを一度に食べるなんて、なんて贅沢なんでしょう。うわ、ベトベトのベトリ。え、これシナモンめっちゃ持ってかれるよ。これですね、この紫のやつ。あ、緑か。ピスタチオとブドウのケーキ340円、シナモンロール360円、クラッシュチョコレートマフィン340円、エスプレッソマロンロール340円、メープルチェダークロワッサン340円。よいしょっと。はい、めちゃくちゃ良くない？見た目、特にこれ、クッキー突っ込んじゃいました。幼稚園児が自分の好きなものだけ詰め込んだみたいな感じしてますよね。ちょっと人生初のディーン&デルーカなんで、撮影入ります。はい、ありがとうございます。うわ、マジで美味しそう。どうしよう、食べちゃう？食べます。いただきます。ではどれからいきましょうか。ちょっと個人的にこちら、クロワッサンのデカさ、皆様。しかも見て、このチーズが張り付いて、パリッパリのパリパリ。あ、すごい。これ黄色い穴ぼっこ開いたチーズの匂いしますね。これそのままカブリンチョでいただきます。うん、焦げ焦げ。うんうん、めー、うわ、チーズとクロワッサンって合うんだ。僕あんまチーズ好きじゃないんですけど、初めて、うわ、チーズ美味しいなと思いました。なんだこれ、なんとも言えん。ちょっともう一かじりで。うん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 、なんだっけ、メープルチェダー、やばい。おお、クロワッサンなんだけど、ピザ食べてるみたいなジャンク感があります。クロワッサンって甘いパンじゃないですか。その甘さもほんのりあって、でも全体チーズが包んでる感じ。ベストな。次がもう楽しみで仕方がない。本当は最後に取っときたいんですけど、上のソースみたいのが若干溶けてて、あんま寿命が、うん、この分かりますか、このペリペリを全部剥がさないでここかぶっちゃうっていう。うん、うん、なんだこの味。ちょっと全然わかんないです。はじめましてで。なんか酸味がかったフルーツ系のなんかが塗ってある。まだ全然つかめない。そう、完全におしゃれな OL さんが行く場所だと思ってたんで。あ、これ今の期間限定なのかもわかんないんですけど、エスプレッソとマロンでございます。エスプレッソって聞くと食べたくなるのわかる？わかんない。いただきます。うん。めちゃくちゃ美味しい。生地もちもち、うん、あんましマロンとかエスプレッソ感は今のところないんですけど、ふんわり後からマロンが来る感じ。上品です。やっぱこういうガツガツしない系なのが OL さんには人気なんですかね。未知の世界、もう触りたくないもんね、一周回って。
匂いはめちゃくちゃいい。でさっきこの上の部分めっちゃ持ってかれちゃったんですけど、それだけ食べたら超美味しいんですよ。これは全部剥がしちゃおう。うん、うん、このシナモンのさ、クリームなのかな、これかき氷と練乳のハーフみたいな感じで、舌触りがめちゃくちゃいいです。ザラザラしつつもトロッと、液体のようで砂利みたいな、あれあれあれ、めちゃくちゃ美味しいです。でやっぱシナモンロール甘いんだけど、甘さの中に旨味ありみたいな感じ。ベトベト止まんねえ。なんかこのベトベト加減がさ、すごいワンちゃんに舐められた後みたいな感じがしていいね。最後こちら行きたいと思います。色が結構いい感じだから買ってきたんですけど、ピスタチオの緑とブドウの梅干しみたいな感じで、このシワシワの80歳を超えたブドウもどうなんだろうかって感じがしてますけど、うん、ありですね。ピスタチオがどういう味なのかっていうのがスパンって出てこないんですけど、あっさりした甘みとブドウの熟成された酸味みたいのがめちゃくちゃいい。パウンドケーキ感のあるパサパサっとした感じがいい感じにまとまりのないのが逆にいい。はい、てなわけで今全部食べてみたわけなんですけど、満点あげちゃう。でも本当に今までなんで食べてこなかったんだろうっていうぐらいめちゃくちゃ美味しい。大きいし、300いくらってスタバのケーキとかと同じぐらいじゃないですか。最高でございます。これも全部ペロリンチョいきたいと思います。これめちゃくちゃ美味しい。チーズがめちゃくちゃ強いんで、本当に無理ですっていう人だったら多分これ無理なんですけど、ちょうどギリギリのライン攻めちゃってる。頭いいんだけど、あえて赤点スレスレ狙っちゃうみたいな。あと1点下回ったら赤点なんだけど、そこをなんかそのスリルが楽しくてそこ狙っちゃうみたいな。これぐらい美味しい。ついにベールを脱ぎます。音、このスカートに残った粒を食べるの好きなの分かります？これさっきも言ったフルーツみたいな酸味のような甘みみたいのが何なのか分かんないの。ちょっと食べかけ失礼します。あれ、ピント合わなくね？あれ、あ、こっちだった。このこれはもう神代七不思議に認定ですね。口のパサつきが尋常じゃないです。でもこれすごいのが、さっきのやつもそうなんですけど、いやもうこれいいなってなるんじゃなくて、もうちょっと欲しいかもって思えるのがすごいとこだよね。あら、あ、こんな感じでペリ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 、はい、うん、噛むほど噛むほどだんだんマロン感が、あ、あそこにいたんだねってなんか分かってきました。もうどっから食べていいか分かんないですもんね。ちょっと困っちゃう。甘々の甘さ、これに関しては、あ、もうちょっと欲しいなとはならないですね。
今のは危なかった。シナモンの上のクリームだけ食べちゃうとね、毒みたいな感じでしたね。レスキューに駆けつけてくれたのはマロンでした。そこでまさかの運命のベストマッチ。雑草みたいな味だ。なるほど。ごちそうさまでした。はい、というわけでディーン&デルカさんのパンたち初めて食べたんですけど、素晴らしかった。最後らへんはもうね、噛むのにもう5分ぐらいかけてお腹いっぱい。よかったら皆さんパンかじってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ではまた。初めてなんだこの味はって思っちゃったけど、一回じゃなんか満足できないからもう一回食べたくなっちゃうような、そういう味でした。ディーン&デルカさんってなんかめちゃくちゃおしゃれだよね。またね。